ハロー YouTube。 本日なんですけど、名探偵コナン、あの有名な漫画名探偵コナンのね、個人的に印象に残っているエピソードについてね、一つ紹介していきたいなと思います。まあ、なぜ名探偵コナンなのかという話なんですけど、僕は結構名探偵コナン自体がものすごく好きなんですよね。まあ、こんな感じでね、最近コナン君で新章シリーズが始まりまして、この FBI とですね、まあ、ジン、黒の組織がなんかガチンコ対決するっていう内容で、こちらね、ちょうど単行本で100巻に当たる内容でものすごく盛り上がったんですけど、まあ、この内容についてはね、僕の他の動画でも話してるんで、ぜひともね、そちら、僕の動画でコナン君とかチェックしてもらえたら嬉しいんですけどね。まあ、コナン君のことが結構好きで、このチャンネルではね、どんどん喋ってるんですけど、今日は、そんな中でも個人的に印象に残ってるね、まあ、アニメのエピソードっていうのをね、一つ紹介したいなと思います。まあ、これについてね、今後もどんどん紹介していきたいと思うんですけど、まあ、あとね、ちなみにね、僕、他にも、このいうふうに本たくさんあるんでね、本の紹介とかどんどんしてるんです。ぜひともそちらの方も見ていただけたらと思います。まあ、ちなみに最近ね、この本棚にどんな本があるのかっていうのをたくさん上げた動画があるんで、ぜひともね、そちら、僕の本棚の中身結構公開してる動画もあるんで、そちらの方も見てもらえたらなと思います。ぜひともね、一緒見てください。おすすめです。で、まあ、コナン君のエピソードについて、一つおすすめのエピソードを紹介したいんですけど、それが、名探偵コナンの何話の連続殺人事件っていう話なんですよ。何話の。これ何話っていうのは大阪っていう意味ですよね。要はその大阪で連続殺人事件が起きたんですよね。まあ、その事件がね、結構印象に残って、もしかしたら皆さんもね、あのシーンかって思われる方結構いるんじゃないかなと思うんで、今日ちょっとそこでね、紹介させてもらいます。で、早速ちょっと大阪の何話の事件、連続殺人事件に入っていったんですけど、その前にね、僕最近結構動画を上げる動画に対してコメントをくださる方がいましてですね、この事件についてね、コメントをくださる方もいるんですよ。例えばその僕がね、通天閣とか大阪城の動画をアップロードしたら、それに対して河野ひろみさんという方がですね、まあ、ここは大阪なりわの連続殺人事件が起きた場所ですね、みたいなことをコメントくださったりね、他にもね、カラスマリアさんという方が、まあ、この方もね、コナンに関するブログを書かれている方で、この黒の組織のボス、あの方とか、ジンとかはね、服部平蔵とか、遠山和葉の父親の刑事であるっていう説を唱えてる方なんですけどね、ぜひともね、興味ある方はね、ちょっと見てもらえたらの、僕のね、アップロードしてる動画のコメント欄にリンク、カラスマニアさんとかのリンクあるんで、ね、ぜひともそちらのも見てもらえたらなと思うんですけども、今日はね、そういう、そんなことに関連している大阪なにわの連続殺人事件だと、まあ、個人的にすごく印象にあるんでね、ちょっと早速話していきたいんですけど、まあ、どういう話かというと、大阪でね、連続殺人事件が起きるんですよ。連続殺人事件が。そして、その全く共通点はないんで、無差別なんじゃないのかなっていうのが、まあ、警察官の考えなんですよね。しかも、興味深いことにね、全員がね、胸の警察手帳を突き破って、包丁で心臓一突きだったんですよ。これどういうことかというと、全員同一犯ということなんですよね。で、なぜなら、その胸の心臓手帳を突き刺したっていうことは、誰にも警察官がマスコミに流してないからなんですよ。だからこれは連続殺人事件で、まあ、服部平蔵とか、まあ、服部平蔵っていうのはね、服部平次の父親では服部平蔵で、遠山警部、副警部かな、その服部平蔵の部下に遠山っていうのがいるんですけど、それはね、服部平次の、まあ、恋人というか、まあ、幼馴染の服部、遠山和葉の父親であるね、その二人が、この事件は何がなんでも解決せなあかんの、みたいな。これは大阪のどっかのアホがやらかした事件じゃろうて、同じ人物がやっとるんや、みたいな。この大阪弁で、結構ドスの聞いた声で、ね、結構、このえっくい、遠山和、服部平蔵の子なんかこんなすんごい目つきでこう、やるわけです。彼もものすごく目つき悪いんで。まあ、それがまず印象に残ってますと。で、まあ、もちろん彼らがいるってことは、服部平次とか遠山和葉もやってくるんですよね。で、コナン君が、やっぱり工藤新一だから、服部平次とめちゃくちゃ仲がいいと。だから大阪間の公案内をしたるわっていうことで、まあ、いろんな場所に行くわけですよ。どこだったかな、大阪城とか行ったのかな、新世界とか、なんばの引っ掛け橋とか確か行ったはずなんですよ。記憶に、確かそうだったと思うんですよ。で、そこからどんどん事件をしていくうちに、まあ、坂田っていうね、まあ、結構若めの警、新入り警部みたいな人と仲良くなるとね、その3人で、なにわの事件を、まあ、捜査するんですよ。でも、どんどん殺されていくんですよね、事件がね、どんどん先に進んでいって。で、ここからね、どんどん捜査が進んでいってね、殺された、人たちの間で共通点が見つかるんですよ。それがね、数年前に同じ自動車学校の合宿所で、同じその犯人だったメンバーだったんですよ。だから要はその殺されたメンバーっていうのが全員ね、何年か前に自動車教習所に行ってたんですよね。その時に同じグループでのメンバーだったんです。じゃあ何かそこで何かあったんじゃないかみたいな警部が言うわけですよね。そこにメンバーに一人ね、とんでもない人物が混ざってたんですよ。それがね、沼吹喜一郎という人物で、この人物ももうすでに逮捕されてて、逮捕されてるんですけども、今はね、どっかに脱足した人物であると、元連続殺人犯の、まあ、結構、薬物とかもやってる気が狂った人物なんですけど、まあ、警部たちから、ね、その人物を身につけるんですよ。じゃあ、こいつは、
こいつは沼吹喜一郎だみたいな、こいつを何かでも死ぬ手配探し出せみたいななるわけですよね。で、まあ、どんどん探していくんですよ。で、探していくうちにやっと沼吹喜一郎を見つけたんですけど、実は沼吹喜一郎っていうのは監禁されてたんですよ、手錠で。ということは事件を起こしたのは沼吹喜一郎じゃないっていうことが分かったんですよね。その時にやばい、これは沼吹喜一郎のやってるんじゃないみたいな、沼吹喜一郎をなんかその隔離して別の人物が犯行を犯してるみたいなことを言ったんです。で、ちょうどその時にコナンと服部平次がね、その何年か前の、まあ、その写真を見るんですよ。その教習所の全員が写ってる写真で、その中に沼吹喜一郎とか殺されたメンバーがあるんですけど、一人ね、もうめちゃくちゃもうある身近な人物にそっくりな顔の人物がいたんですよね。その人物が犯人だみたいな、やばいこいつはやばいみたいなことになって、まあ最後ね、まあコナンとかが慌ててなんかやりだすんですけど、最後服部平次がね、その犯人と一人で対決すると、トイレに呼び出して対決するっていうシーンがめちゃくちゃ面白いんです。その犯人が最後ね、もう拳銃で撃ちまくって、その服部平次がね、その刑事に向かって叫ぶんですよね。立てーみたいな言って、あの桜の大門が泣いとるぞみたいなことを言う、その名シーンがね、もうまさに僕鮮明に覚えてるんで、もうまた読んでないっていう方はもうぜひとも見ていただきたいなという作品になっています。まあ僕自身がね、大阪に住んでる、大阪とか奈良とか京都とかこの辺詳しいっていうことを、まあ関西に住んでるっていうことで結構印象的だっていうことなんですけども、これはね、ちょっと僕の印象的なシリーズです。まあどうですか皆さん、なんかコメントがあればね、ぜひともね、していただけたらな、私もこれ覚えてますとか、私はこれ好きですとかも何でもいいんで、ちょっとしていただきたいなと思います。あとね、そんな感じです。あと個人的にはこの曲も良かったんじゃないかなと、ちょうどこれかなり初期の段階でね、確か光の影のロマンとか運命のルーレット回してとか、それぐらいもう涙が止まらないような時代の曲だったんじゃないかなと個人的には思うんで、もうぜひともそちらの方も見ていただきたいなと思います。そんな感じですね。はい、よかったらね、チャンネル登録まだの方もぜひともしてください。あとね、高評価のボタンポチッと押してもらえたらものすごく元気出るんで、ぜひともよろしくお願いします。ということで、じゃあね。